チャンネルのまーちゃんです。今日は珍しくお家から撮影です。今日は愛犬と車中泊行くので、その準備からスタートします。車中泊に行ったらまーちゃんがいつもやりたいのはお米をウェスティンで炊くので、家で下準備するのはまずお米の準備するんですけど、今回キャンプに持っていくのがこれ、南越島にもらったやつ。絶対さ美味しいと思うんだけど、いつも2合持っていくので、とりあえずお米2合を研いでいきます。南越島だけでやったら絶対美味しいよね。大丈夫、とりあえず研ぎます。とりあえずお米研いだから、よく水気をね切るでしょ。2合分全然マッチ映ってる。それをジップロックに入れます。ジップロックに入れたでしょ。入れたお米に2合だからね、360cc のお水を入れます。ジップロックをしっかり止めます。キャンプ場行ってメスティンで炊くときまでお楽しみ。はい、かわいい大犬。ところの道の駅に到着しました。ほら、お魚くんのとこ。これから海鮮買います。ここで海鮮今日買ってきます。来てみたかった魚の安い店、斉藤商店に来てみました。なんか安いみたいなのにちょっと見ていきます。久しぶりに海見た。うわ、海で遊びたい。めっちゃ海、天気良かったら最高なんだろうな。駅サロマ湖に到着しました。イエーイ。ちょっと雨降ってきちゃったけど無事に着きました。イエーイ。今サロマ湖に着いたよ。今日寒いわ。ちょっと道の駅サロマ湖に来てドッグランがあるので連れてきました。ここ無料なんです。しかも小型犬ですごい広い、まあ、うちのライちゃんあんま走る子じゃないからあれだけど、今匂い気にしちゃって匂いクンクン。すごい広いよこのドッグラン。あっちが大型犬で分かれててめちゃくちゃいい、無料なの。ライちゃん、ライアン、ライアン、全然来ません。キャンプ場に到着しました。これから受付します。はい、受付しに行きます。今日は心の音キャンプに泊まります。中央カニ島です。受付します。まーちゃんです。オートキャンプ場に着きました。今日あいにくの天気で雨だね。晴れ音でも今日は聞かなかったな。今日はまーちゃんの車中泊する場所はこんな感じ。オートキャンプです。まーちゃんのテントはレトロテント。それがお気に入りです。キャンプ場はこんな感じ。すごい結構人がいっぱい。今日はオートだから電源後で使って、ご飯を入れました。メスティンでご飯を炊きます。で固形燃料でまっちゃんをやります。とりあえずこれがなくなるまでほっときます。アワビ売ってたから買って火に乗せたらなんか気持ち悪く動いてる、怖い。しかもなんかこのカキ、ツルも動いて出てきてるし、うわ、ハマグリ。まーちゃん、ステーキ好きで、超でっかい厚切りのお肉近くのスーパーに売ってたから買ったんだけど、めちゃくちゃ美味しそうじゃん。めっちゃホクホクだ。やばい。え、マシュマロ焼いて食べんだけど、火が少なすぎて全然焼けないら。けどマシュマロ好きだ。なんだな。まーちゃんの背ね、パリピすぎね。うわぁ、やべえ。めっちゃラルーン。
はようございます。今日着中泊の2日目の朝です。今すっぴんなので顔は映せないんですけど、これからご飯支度します。さて今日は何作るでしょうか。これからここでご飯を作ります。結構前に流行ったキャンプ飯で、みたらし団子に豚肉巻いてホットサンドでやるやつを一回食べたら美味しかったから、今日も作ってみますよ。すごい、このまま食べても美味しいんだけど、これをね、くる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 、ちょっと肉短い。みたらし団子に肉って思うでしょ。これがなんだっけ、豚バラって感じなんだっけ。すき焼きとか甘いじゃん、醤油のタレに。で、お鍋とかにさ、お餅入ってたりするでしょ。これがね、考えた人天才だと思うんだけど、すごく美味しいんだよ。びっくりする。で、こう入れるでしょ、びっちりね。で、蓋をします。で、火にかけます。火がつくんでしょうか。こういうの苦手なんです。おお、ちょっと強いか。まあ、肉に中のみたらし団子は火が通ってるから、中、巻いたお肉が火通ればいいから OK です。とりあえずできるまで待ちます。今1個目のキャンプ飯作ってる間に次の準備します。次はホットサンドを作るので、ホットサンドの準備していきます。ライちゃんが構えってワンワン言ってます。1個目のホットサンドはシンプルにチーズ。お、ライちゃんが来ましたけど、ライは食べれません。にハム。これハム少ないし、残したらあれだから全部入れちゃえ。ちょっと塩コショウ。ちょっと強いな。に塩かけて、ちょっとお肉いい感じかもしれない。ツナを、これもツナマヨになってるやつだ。楽でしょ。これご飯にかけるんだけど、ご飯のも美味しいんだけど。をかけます。贅沢にチーズをもう一枚。朝だしキャンプだし贅沢でユニーンで挟んでホットサンドにする。次焼けるまで待ってます。出来栄えはいいですか。おー、すげー美味しそう。美味しそうじゃないか。とりあえず1個目完成。みたらし団子のミンニク巻きね、食べます。食べるとこはいつも取るんだけど、今日はすっぴんながらライちゃん移します。おいしい。ちょっとお肉に味付ければよかったかも。超美味しい。お餅がふわふわ。ホットサンド丸焦げやった。焼きすぎた。まあ、いっか。キャンプ終わって片付けたので、これからお風呂に向かうの。道の駅エンガルの森のオホーツクにやってきました。もうね、なんかドッグランもあるし、ジップラインやってるとかしてもやりたいもん。休憩も兼ねて、
小都市別駅さんにちょっと寄ってみました。ライちゃんのねおしっこタイムもあって寄ったんだ。なんか意外に綺麗だよ駅。すごい変わった形。ちょっとねあれ奥には入るけど、ワンちゃん休憩させたり自分たちトイレ来たりするなら意外に穴場かもしれない。だちょっと休憩も兼ねてないので今ちょっと小都市別の街の中歩いてみます。なんかねほんと穴場な感じ。ちょっと休憩するにはいい場所だよ。